マルチマネージャーが外部システムと連動している場合、接続している無電圧 A 接点がオンした際の動作を設定します。動作対象は全照明器具です。器具個別の設定はできませんのでご注意ください。はじめに管理者設定画面の接点設定をタップしてください。次に接点を使用する場合は使用をタップし、使用しない場合は未使用をタップしてください。使用する接点のプルダウンをタップして調光率を設定してください。戻るをタップしてください。